もかまです。ラフト実況パート18やっていきましょう。前回ですね、チタンが足りないということで、こういう大きい島を巡り巡って、チタンを貯めました。その結果、こちらの風力発電機ですね、バッテリーの充電ができるというですね、優れものですね。今まではバッテリーって使い切ったらもうそのままポイっていうね、大変 SDGs 的に好ましくない状況だったんですけど、この風力発電を使うことで、ここにガチャッとね、空っぽになったバッテリーセットすると、あら不思議、充電されるということで、各国首脳もにっこりです。そしてあとはこちらの電気グリルですね。一度に6個の食材がグリルできるっていうね、これも素晴らしい。しかもバッテリーを使うから、これも環境に優しいと。素晴らしいね。まあね、やっぱりラフトはね、イカダイ乗って海を漂うっていうね、自然に包み込まれているゲームだからな、やっぱりな、そこら辺も環境に配慮していきたいですねと。あ、蜂の巣を拾う、いけるじゃん。おー、すごい、めっちゃトロトロしてる、うまそうですね。拾います。おー、やったねー。いくつ、2つ拾いました。はい、やったー。よし、これはね、これからもじゃんじゃんやっていきたいと思います。さあ、ということで今回はね、何をしていこうかなというところなんですけれども、向かいましょう。テンペランス、新しい目的地ですね。周波数2624、これを打ち込んで、ストーリーを進めていきたいと思います。2624、あー、わ、すごい、 3000m 以上離れてますね。こっから真後ろ、じゃあとりあえず行ってみましょうか。えい、よっ。まあでもぶっちゃけね、まだね、チタンは欲しいんですよね。この水タンクとか電気洗浄機とかね、この辺りはチタンを使うから、多分これを使うと、今一生懸命太陽の光でね、蒸発させて海水から水を作ったけど、これを自動化してくれるはず、多分そう思っている。そういうのをね、やりたいなーなんてことを思ってたりするんですけどもね。間に合うか。ゴー、はい、よっ、オッケー、ギリ間に合った。フックの腕前も上がってきました。ちょっとプラスチックが結構溜まってきたからね、こうやって、ガラクタキューブにしていきましょう。おっと、1個また島があるな。チタンあるかな。ちっちゃい島だとね、まあでもちっちゃい島でも多分チタンって出てくるはずなんだよね。どこだ、ここ。シャベル、はい。もう最初の初手でチタンが入ってないのは分かっちゃいますね。コメントにあったんだけど、チタンの場合はなんか、なんていうんですか、ジュラルミンケースみたいなケースに入ってるらしいから。はい、まあでもね、金属鉱石とかありがたいよ。もうここはないかな。うん、ここはもうちっちゃいからないね、きっとね。ん、なんかなんだあれ、なんか見えてきてない、陸っぽいの、なんか見えてきてない。え、なんか近くない、ちょっと待って、もう来てる。いや、まだ 700m ぐらいあるけど、まあでもそうだよな、電波を発信しているのがこの距離だから、その手前から陸があっても何もおかしくはないよね。なんだこれ、なんだこれ。はい、停止。よし。これなーに、これ。え、乗ってもいいやつ。一回ちょっと乗ってみようか。は、乗ったわ。なんか向こうに見えるんだよね。とりあえずじゃあちょっと、日が暮れてきたから、一回寝てから、行きましょう。多分ここだよね。これがテンペランス。英単語であるよね、テンペランスってね。節制とかね、適度とか、そういう意味の言葉だね。雪降ってきてる。そうか、やっぱりこれ氷だ、きっと。冷たいんだ。寒くてダメージ受けたりとかないですか？大丈夫ですか？行こう。出発です。よっ、なんだよここは。おい、ちょっとこれ方角見失わないようにしないと。でも方角なんて知らねえまあなせばなる、大丈夫だ。滑ってない、これ。ほら滑ってる。うえ、いやー、ちょっとこれ大丈夫かな。
なんか海を隔ててますね。あー、そっち側から行った方がいいな。イカダでもっと近づこう。あー、いいですね。なんかここまで来るともう本当イカダっていうよりは船って感じがするよね。イカ落ちちゃった。ちょっと待って待って待って、落ちた落ちた落ちた、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 。あー、で、ついた、ついた。はいはい、到着です。焦ったー。ここ上から落ちるな、怖いわ。いざ行かん。なんかそっちに町っぽいのが違うのかな。なんか白クマとかいそうじゃない。新たな敵が出てきそうな気配が、予感がするぞ俺は。あ、そっから行けそう。なんかあるぞあそこに。ちょっと待って、まあ行くしかねえか。行こうか。なんだ、旗がある。雪原だね普通に。え、これがテンペランスか。すごい。あ、なんかいるぞ、なんかいたぞ今。なんだあれ、白クマ的な感じ。これキャンプじゃないの。お、スノーモービルだ。使えるじゃん。いきます、スノーモービル。お、これはなんかあれか、ガソリンかな左側。ああ、今引いたよね明らかに。白クマ来た来た来た、白クマ来た来た。怒ってる怒ってる。ちょ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 、ああ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 あれ、ちょ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 、待て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 、すごいスピードですね。あの白クマが邪魔オブ邪魔だね。ちょっと未知の敵だから、最初はあれだな、弓だな。はっ、当たった、逃げた。ほっ、お、遠くから行くといけるぞ。はっ、来た、逃げろ逃げろ逃げろ。大丈夫かな、スノーモービルまで逃げるか。痛い、 やばい、これやばい、もしかして痛い。逃げろ逃げろ逃げろ、あー危ない。あた、た、たお、倒したっぽいね、倒したっぽい。こわ、はい、お肉、皮、生の肉、皮。おお、白クマの頭、やったね。これは装備せざるを得ない。はい。ちょっとかっこいい。白クマ紳士って感じ。あ、視界も悪くなんないね。お、いいじゃん、いいじゃん。しばらくこれつけていこうか。そして、夜になっちゃったね。これなんすかね？なんかできんのこれ。あ！長押しで電力ケーブルを持ち上げる。お？電力ケーブルゲットしました。あ、なんかドームっぽいのあるぞ。なんだあれ、なんかあるね。こっから入ってみる。あ、でも建物の中はなー、暗そうですよねー。ここはちょっと明るくなってから。お、すごい、オーロラ。あれ、オーロラか、なんか出てるな。ちょっと待って、結構ここもいろいろあるね。ここにまたスノーモービルありそうな感じですね。ありましたね。よし、乗るぞ。おー、ちゃんとヘッドライトもつくぜ。横行こう。早い早い早い。あ、白クマいるな。電力ケーブル引っ張る時間ちょっときついだろうね。ここはいないな。うん、ここは大丈夫っぽい。よし、多分これ全部やんなきゃいけないんだろうな、よくわかんないけど。はい、そこもなんか入っていける感じ。これ入ってみる。あ、なになに、あ、あ、嘘。はあ、やばい、これはやばいんじゃないか。これはちょっとやばそうな気配がプン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 ですね。とりあえずリーチのある槍でいきたい。あー、ちょっと暗いな。まあ編集で明るくしましょう。この下は、あー、なんかあるね、こっちもね。あー、あいつがいる。まあこいつがいないといいですけどね。
行った。おい、やろう。てい、なんか向こうにもいるっぽいな。やだね、こいつ一回突っ切った方がいいかな。突っ切ってまず息を確保したいです。ほら、いた。はいはい、よし。あいつ、いや、無視よ。ふう。あ、はい。はしごがある。ね。ね、なんかあるぞ。なんかこれ。おー、自動販売機トークン、こんなところに。これ使えるの？なんだっけ、ニカラグアじゃなくて、タガメじゃなくて、タンガロアか。登っていきます。なんか屋内に出た。おーおーおー、ありがたいありがたい。ちょっと状況を把握したいね。メモないですかね。ありました。はい、ブルーノだ。このいてつく島にはクマがそこら中にいる。私たちが離脱しようとした際に一匹のクマにボーッとめちゃくちゃにされた。いつものやり方も通用しない。ヘンリーと私は警笛を持った少年が現れなければクマに食べられていただろう。あ、デッドかな。あ、やっぱデッドだ。何人かの生存者とともにここに来たという。この少年を信用していいものだろうかと私はヘンリーに尋ねた。しかし返答はなかった。あのさ、ヘンリーってさ、なんかブルーノが一個前のヴァルナでさ、ブルーノが人形を持ってきたって言ってたよね。で、名前つけてたって。それがブルーノ日記に出てきた人だったから、このヘンリーもさ、やっぱ人形なんじゃないの。違うのかな。メモを拾う。なんだこれ、新しいメモ追加されました。え、なに、なにこれ。うんうん、アームっぽい感じ。3/4、3月4日、わからないね。おお、外出れた。ああ、あそこが崩れたのか。俺そっから落ちたんだな。上行こう。体もどんどん大変だからさ。ラーカーいるかね、あの巨大ネズミ。デッドあるところにラーカーありだからな。メモ、私メモ追加されました。おう、何これ、顔、顔ついてる。爆発、ゆるキャラっぽくも見えるな。4分の2だったね。ってことはあと2枚あるのかな、同じようなメモが。さらに上、ザ・アンカー。あー、星座だな。おお、メモ、ヨットのメモだった今ね。えヨット、まあヨットかイカダか。暗証番号まだわかんないですね。あー、これ、これにしよう。あ、8って書いてあるな。他にも星座のポスターあるね。これわかんない。ザ・シャーク、ムンディモデル8。あー、望遠鏡か。シーガル、カモメか。あ、ヘンリーだ、やっぱそうだ。メモ、ブルーノか。ボートの出発準備が整った。デッドは警笛を携え準備万端。ルーベンもなんとか歩ける。ヘンリーは後ろでじっとしている。切ない別れだ。あー、これがヘンリーか。彼はもう私と口を聞いてくれないけれど、誰かはここに残る方が安全だと思う。デッドはたくさん人がいる場所があると言っている。ルーベンもアストリッドもそこにいるのではないかと言っている。彼女は間違いなくここにはいない。こんな凍えるような土地には人と話すのも悪くない。お、やっぱりヘンリーは人形でした。で、アストリッドはどうなんだろうね。本当にいるのかな、ちょっとわからないですね。で、ブルーノとデッドは行動を共にすることになったと。これ4枚目かな。はい。おお、なんかダチョウみたいなやつ。これは何の意味があるんだ、ちょっとわかんないけど、とりあえず多分、そこの暗証番号を知るためには、これらの星座のポスター4つあったので、これをなんかそこでやんなきゃいけないんだな、きっとな。とりあえずちょっとこのアンカーが8って、なってるでしょ。なんでこれ8なのかわかんない。1、2、3、4、5、6、あ、星の数か。あ、2って書いてある。ザ・スピア、これは2。シャークは3。シーガルは1、2、3、4、5、6、7。2、3、7、8なんですけど、とりあえず行ってみる。順番関係ないかもしんないよ。2、3、7、8。エラーだ、違うんだ。やっぱり順番があるな。
どういう順番なんだ。あ、違う、わかった。これあれじゃん、あのメモにあったピックじゃん。これ4分の3だから、これ3番目なんだってことだよね。1,2,3,4,5、星の数6。はいはいはい、爆弾みたいやつだったね。これが1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あった、ダチョウっぽいやつ。1,2,3,4,5。 あとはヨットだな。あった、ヨット。4。 OK、 わかった。よし、これでいきましょう。5,9,6,4。 はい、あれ、あ、開いたわ。あ、びっくりした。打ち間違いだった。焦ったー。何回やっても5,9,6,4だなと思って。セレネの鍵を拾う。なんでこれ。どっか開くとこあんだな。設計図。改良型小手式アンカー。え、嘘。エンジンコントロールでリモート操作できるだって。すごっ。あー、ありがたいね。その場に行かなくてもいいんだ。はいいんだけど、このセレネの鍵をこれ、どこで俺は使えばいいんですかね。それがよくわからないが、とりあえずもうここは出るしかないね。よし。さあ、ここをちゃんと探索をしましょうか。この中入ってみる？オープンできない。ここは入れないと。なんかそこにある。なんだあれ。なんだこれ。ケーブルを伸ばす。はあ、なるほど。ここで電力ケーブル使うんだな。無効だな。クマさんいらっしゃらないかしら。大丈夫かしら。ここに効果。ジップラインではないんだよな。これはケーブルを伸ばす。こっからさらにいけるってことか。え、ちょ待って。これ中つながってるけど、でも入れない。あ、これだ。これは発電機じゃない。あ、届く。あ、来た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 。これだ。で、こっからそこつながった。おお、すごい、電気ついた。あ、しかも中入れる。すごー、なるほどね。開くんだ。バランスボールだ。俺バランスボール好きよ。椅子代わりにするんで、たまにこけるんだよな。おお、いいねー、いっぱい。あ、いけますね。おお、よお、失礼します。あー、いいね。ドーム、スイートドームホーム、スイートホームのことだね。あ、難航だ。嬉しい。あー、これはなるほどね。救護室か。あ、メモだ。ブルーノだ。テッド少年は非常に賢かった。彼は我々が回収した素材を使ってボートを直してくれた。ルーベンも順調に回復しているが、彼は私とあまり話したくなさそうだった。ルーベンって船に乗ってた人だよな。私がヘンリーに話しかけるたび、彼らはじっとこちらを見て、ヘンリーはそんな彼らの目線が気に食わない。なんとかしなくてはいけない。ヘンリーってあの人形だよね。置いてきた人形ですよね。うん。ああ、時系列的にはこっちが先なんだな。あ、電力ケーブル足りなくなった。なるほど。まだいっぱい必要だっつうことだね。オーケー。あれ、よく見たら、ここにもメモあるな。はい。テッド、私とヘンリーにいくつかの放棄されたイグル。この少年はケーブルをいじってイグルを開けたというのか、大きなイグルは依然としてしまったままだ。ああ、なるほど。これヒントなんだ。一体中には何があるのだろう。テッドが私をルーベンという男に紹介してくれた。彼は負傷していた。見たところ、クマに襲われた傷のようだった。私は彼の傷の手当てをした。同じようにアストリッドをよく私の手当てをしてくれた妹は今どこにいるんだい。妹、アストリッド本当に存在しているんだろうか。スノーモビルで引いたら倒せないこいつ。あ、ダメだ、ダメージない、ダメージ入らん。あー、危ない。あれ、でも意外と、あ、なんだお前、普通のクマと同じじゃねえか。なんだよ、えい。あと2、3本アンテナあった気がするな。お、なんだ、なんかあるぞ。何これ。え、あ、セレネ、はいはい、鍵手に入れたよね。ガスバーナーがあれば、この溶けた氷を溶かして、なんか中の金庫っぽいの取れるな。多分ここ鍵が、鍵、あ、
違う、これ鍵だ、鍵穴だ。鍵はあるけどガスバーナーがないからダメなのか。わかった。で、ガスバーナーは多分さっきの電源ケーブルをつなげた先にありそうな気がするな。どっかのイグルーのね、家の中にあるんじゃないの。来いよ。はい、残念。ペア、よっしゃ。やっぱり体力あるな。普通のクマよりも体力ありましたけれども。引っ張って、引っ張って、引っ張って、ゲット。おー、なになに、ちょっと変な動きした。なになに、今の。謎の動きしたけど。超高等テクニックだったね。結構集まったな。これでいっぱいケーブル敷けるんじゃないか。なんかどっかの部屋の中に敵いそうな気がするんだよな。あ、やった。来ました、自動販売機。これなんだ。あー、ポスター。あー、木があるね。あ、クリスマスツリーっぽいのあるよ。もみの木、いいですね。これは皿、コップ、テーブルかな。で、これラグだね、下に敷くやつ。まあそんな欲しいかと言われると微妙ですね。螺旋階段で上へ行くと、お、海洋量型バイオ燃料生成装置。持てず。ん？未加工の食べ物と蜂蜜を混ぜてバイオ燃料生成できる。変わんないけどね。あれか？もしかして燃料パイプをつなげられるとかそういう感じ？あ、やった！ガスバーナーありましたね。はい。これです、これです。これで、あの、物々しい扉を開けるな。え、せっかくだからなんか買っとく？ちょっとこのテーブルおしゃれ。これテーブルかな？これ買おう。ペペー！あ、ラグだ！テンパランスのラグ。あー、こんな感じのやつか。まあいいんじゃない？ラグも。あ、もう一個あった、ここに、トーク。で、これがもみの木っぽい感じのやつかな。ちっちゃいな、意外と。じゃあ、記念にこのもみの木っぽいやつを。はい。待って、ごめん。一個忘れた。ここって何なんだっけ？ここはまだ入ってないよね。暗いなー。ちょっと編集で明るくしますね。これ絶対やばいじゃん。毒だよね、これ。これ最後に行くところな気がする。うん。多分、防毒マスクがなんか必要だと思います。はい。溶かせ！心の氷を！よーし！オッケー！セレナの鍵、オープン！おー、すげー、ギョギョしいな。セレナ、リサーチファシリティ、あ、研究施設か。すごいですね。失礼をはいたします。あ、なんかパチパチ言ってる。なんだよ。なんか敵いそう。あ、待って。なんかエラー出てるわ。ワーニング。リアクターマルファンクション。あー、なんかリアクターエンジンに異常みたいな感じになってるね。なるほど。ここもちょっと時間かかりそう。うわ、下すごっ！うぅー！ラボラトリー2。あ、ダメだ。いけない。あ、これだ、防護服。おお、なるほど。あ、時間制限あるぞ。行こう。なんかやばい敵がいそうな気もする。なんだ CL。 あ、なんかある。あー、これはわからんだろう。ダメだ CL。元素番号か、もしかして。ちょっと待って、調べる。 OK、 塩素17 17。正解。なんだなんだなんだ、どっか何か起きてるぞ。カウントダウン始まった。待って、次。あ、 RB、 ルビジウム37。え、どこ、あとは、あとどれ。あ、そ、え、そっち、ちょっと待って。あの、あれだ。防護服がやばい。ちょっと一回、待ってくださーい。おー。もう一回行きます。多分また最初の塩素からだろうな。17。はい。で、ルビジウム。これが、
37で次はそこが開いた、ここはなんだ、 PM 全然知らん、検索前提だなこれ。プロメチウム61、 OK。 うん、うん、どうなったんだっけ最終的に。あ、ここが開いた、はい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 。何があるかというと、さらに下に行ける。あ、パドルがある。いや、いいや。ここは毒なさそうですね。おー、すごい。なにこれ。制御棒だ。あー、なんか入れるとこあったね。おー、すご。なんかやべえのいるぞ、あそこ。なんだあれ。ここか。うわー。あ、下毒あるな、これ。毒あるな。防護服、いきまーす。いきまーす。下にやばいやついたよな、さっき。よいしょ。あ、ここにはまだいない。どこだ？あ、バルブだ。回せ。これで毒が出なくなる。あー！おい。結構届くじゃん。あ、まだいる。数が多い。大したダメージ食らわないんだけど、一発ではね。え、無限湧き？無限湧きではないよね。あ、向こうなんか開いた。なるほど、あそこを開くためのか。てか防護服ちょっとやばいっすね。開いた。一回戻った方がいいな。防護服やばい。はい、もう一回着替えた。よし、行こう。ここはいない。あ、ここもう毒ないやん。もう一個制御棒。何個あるんだ？ああ、石とかいらない。あずいてもいらない。もういっぱいだな。ん？何これ？何これ？ん？光を反射するもののように見えます。違うかな？ああ、レーザーっぽいな。そうですね。痛い！ダメージ食らう！え？しゃがむと大丈夫？ああ、しゃがめば大丈夫か。これはどこにどうせばいいんだろうね。ここだ！結構、パズル要素あるよね。よ。あ、今行った。はい。これで、いいんじゃない？あ、いたいたいた。はいはい。壊れちゃったけどね。これ大丈夫ですか？おお！また防護服だ。はい。わー。はいはいはい。ここもある？レーザー。やだね。そこに当てろってことね。ここね。うん。あ、で、待って、レバーはどこなんだ？動かすレバー。あ、直接回すのこれ。とりあえず一回やるよ。はい。やる。で、こいつを、どこに当てるかというと、向こうかな？あそこに当てて、あ、いた！ちくしょう。大した食らわないな。果敢にし、あ、痛い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 。果敢に失敗していこうって言おうとした瞬間に。いった？ああ、いかない。ギリいかない。待って。もうちょ、もうちょ、頑張れ。やった！やったー！よっしゃー！やった、いた！結構大変でしたよ、ここ。はい、制御棒と、メモ。スパローだ。セレの施設はある一つの目的のためだけに設立された。浮遊都市に電力を供給するための実験的なリアクターを制御し完成させるというものだ。簡単な仕事ではない。しかしうまくいきそうである。理論上の話ではあるが、まだ基本形となるプロトタイプを作るための人員しかいない。建設はきっと実現する。間違いない。今はもっと人手が必要だ。旧世界の生存者と共にラフターが平和に暮らせる場所がある。皆はそこをユートピアと呼ぶ。ユートピア。そこならば私たちが与えてしまった損害を元に戻せるかもしれない。しかし昨日彼らからのメッセージを受信した。ユートピアからの。出資者たちのうちの一人がコミュニティの指揮を取っているようだ。名はオロフ・ウィルクストーム。出たよオロフ。ユートピアをも作りうるこの計画、私は彼の意図が恐ろしい。やっぱ黒幕はオロフなんじゃねえのか。なんかいろいろ。スパローってさ、一番最初に行った、そう、ラジオタワー。こ
ここに確か、あ、セレネに着くまでは2週間かかる。あ、ここで出てきたのか、セレネ。あー、で、スパローがボートに乗っていったと。で、セレネに着いたんだ。へー、すごいね、足取りがわかるわ。さあ、コントロールルーム。はいはい、これ確かいたよね、虫さん。虫さーん、僕と遊ばないか。いなかったっけ。あ、違う違う、その下か、一個下か、虫さんは。で、あ、ここにもメモあったわ。見逃してるね、俺。スパロー、私はスパローと呼ばれている。これを見つけた人にはどうか知ってほしい。私が人類の利益を一番に考えていたことをいつだって考えていたんだ。なぜ過去形。私は二人の同僚とともにセレネへ派遣された。そのうちの一人は出資者たちのスパイだということを突き止めた。出資者たち。もしオールがセレネへ来ることが許されていたなら、この無限の再生可能エネルギーの知識はこの混乱を引き起こした張本人たちによって独占されていただろう。そしてもう一人の同僚は置き去りにした。信用できなかったんだよ、カッコー。あ、カッコーでもいたね。どうしてもできなかったんだ、リスクが高すぎたんだ。どうか許してほしい。置き去りにしちゃったって、カッコー。大丈夫か。制御棒を挿入するのは多分ここではない。あ、ここか。あ、普通に入るな。1個2個3個、これでいいかな。で、これ使えばいいのか。はい。あ、引っかかってます。手で挿入してください。だってえ、これ原子炉の鍵を拾う。あー、この下に行けってかい。どうやって行くんだろう。リアクターかな、こっからな気がする。原子炉の鍵、そうだね。さあ、多分敵がいますよ、いっぱい。マチェーテだったらまあなんとかなるんじゃないかなって気がするけどな。おー、防護服ね。はい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 、はい、来ました。よいしょ。2発か。え、これいっちゃっていいやつ、これ。大丈夫、回す。なんか後ろから声来てる気がする、敵の声が。襲われてる気がする。大丈夫、ダメージは食らってません、まだ。はい、オッケー。あ、いなかったわ。あ、いた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 。はいはい、えい、これだけか、以上か。まだある。あ、もう一個ありそうですね、これね。はい、こっちもね。はい、怖えな、メルトダウン起こしそうで怖い。はい、よいしょ。結構あるのね、これね。さあ、ちょっと防護服がピンチですが、これでオッケーか。オッケー、毒もなくなったね。向こう開いた。よーし。あ、外出れそうな気配。トークン。おー、すごい、洞窟の中だ。メモ拾う。あ、ユートピアって書いてある。来たか、ユートピア6744だって。来たよ。さあ、ユートピア。なんか気な臭いよね、出資者たち。あ、悪者なんだろうか。電気溶鉱炉だ。やった、金属の鉱石、砂、海藻の精錬ができる。それも電気を使って。素晴らしい。ありがとう。もう用なしだ。よーし。アタッシュケース。言いづらい。アタッシュケース。チタンが入ってるやつです。多分これね。うん、入ってませんでした。すいませんでした。さあ、ここは、あとは、使う。なんでこれ、心電図みたいになるけど。え、なになに、正午。え、人出てきた。正午だ、正午。おはよう。待って、君は、おっと、わかったぞ。奴ら僕をここに置き去りにしていったな。おぉ。え、カッコとは違うのか。起こしてくれてありがとう。長期の冷凍睡眠はいろいろな問題を引き起こす可能性がある。あ、冷凍睡眠してたんだ、すごい。つまり生物工学者のための部屋はあるか、実用的だと約束するよ。なんかすごい期待を持たせるんだけど、特に何かキャラクター感の差分はないんだよな。素晴らしい、それはいいことだ。ベストを尽くすよ。何も言ってないけどね。ショーゴ、ショーゴ、ヒゲもじゃもじゃだな。
オッケー。じゃあ、戻りますか。ついに、ユートピアへの道が開けました。そうだ、忘れてた。ここ行かないと。この村の中にある。ここ、さっき来た時は、毒が蔓延してたけど、今はもうないんじゃない？あ、ないね。はいはい。敵とかいませんかね。アイテムがいろいろありそう。あ、チタン鉱石だ、嬉しい。ここにあったか。いや、ここの島さ、金属探知機全然反応なかったんだよね。だからとても嬉しい。あ、なんかアイテムいっぱいありそうな雰囲気ある。ここもしかして。おお、すげえ。これは来てよかった。おお、マジか。合成だねー。うん、大満足です。チタンの鉱石が合計4つ。あー、嬉しいねー。来てよかった。あと、そうだ、もう一箇所ね、ちょっとこれ録画してないタイミングで行っちゃったんですけど、ここスノーモービルで思い切ってジャンプするとですね、はい、こんなところに来ることができて、で、ごめんね、ちょっと本当に録画してなかったんですけど、ここにストレージ箱がいっぱいあって、いろいろアイテムをゲットできました。ただね、ここにはね、チタンがなかったんだよね。ジューサーで作れるレシピとかがあったかな。いやー、スノーモービル、お別れか。めちゃめちゃ便利だったんだけどね。はい、お前とはここでお別れだ。はい、早速ラグを敷いてみました。ということで、これでここのテンパランスは探索終了ですね。結構怒涛の勢いでクリアできたかな。はい、で、次はいよいよユートピア行けますね。はい、すごい。だってなんかお日様さんさんって感じでしょ。希望に満ち溢れてる感じ。ただちょっとね、きな臭いよね、出資者。うん、オロフ・ウィルクストームとかがもう入ってる出資者たちがちょっと何かしらね、暗躍をしてそうで本当に怖いですけれども、ちょっとおっかなびっくり行ってみたいと思います。あとはあれですね、新しい設計図もね、手に入りました。あ、なんだっけ、まだ研究しないか。改良型固定式アンカーと電気溶鉱炉と、改良型バイオ燃料生成装置と、この3つもね、作っていきたいけど、漏れなくチタンを使うからね。うん、チタンが絶対的に足りないね。やっぱ移動するときもね、途中の島とかをですね、いろいろ探索をして、チタンを金属探知機で見つけながら行きたいね。はい、ということで、じゃあ次はユートピアへ向かっていきましょうか。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。